はい、ということでね、今回もまたフロントライン行ってきました。今回ね、ゴールデンウィークということで、5月の3日ですね。まあ、くまモン交流戦ということで、ちょっと楽しみにしてたんですけど、まあ、ちょっと動画見てわかる通り、風がめちゃくちゃ強くてですね、スナイパー結構地獄でしたね。打ってすぐぐらいにもう曲がるんですよね、たま。ね、とある人物が今回結構サイクロンでこうポコポコ倒してくるわけです。まあ僕も結構犠牲になったんですけどね。で、これちょっと挟まれちゃって、左手に ARP9、右手に M45 っていうね、映画みたいに両手持ちしてるんですけどね。これちょっとね、組長が油断してくれて助かったんですけど、まあね、こっちの味方だと思ったみたいでね。まあ彼もそうなんですけどね。はい、でこれであらかた倒したと思って移動しようと思ってるとこなんですけど、まあ、見事にサイクロンでやられました。まあ、看板の裏だったんでね、ヒットじゃないっちゃヒットじゃないんですけどね。まあ、こういう時は諦めて出ます。こっち続いてこれが第2戦ですね。まあ、結構ね、若い人も来てて、結構左が好きだったみたいで言ってるんでね。僕も今回ちょっと左で行こうかと思ってたんですけど、諦めて、まあ、右の方からいつも通り行くことにしました。でこれね、左の方がちょっと押されてたんで一旦戻ったんですよね。まあ思ったよりはニズがいたんで、まあ右に戻ろうとしてるってことですね。ただこれ敵発見しちゃって、で、また左戻ってるんですよね。結構ね、左ががっつり進んじゃって、まあ中盤ぐらいで蜂の巣にされちゃって、まあこっちの方、守りがいなかったんでね、一回戻ってきたんですけど、この風でちょっとスナイパーが役に立たないんでね。あっち、ここ任せて構わん。まあ切られて、また右から行こうということで、右に移動します。よろしい。距離取るためにね、この病院の裏入っちゃったんですけど、これがちょっとね、失敗だったんですよね。ここまあ最後の砦なんですけどね、挟まれちゃうともう逃げ場がないんで、ちょっと難しいところですけど。でも今回ね、サブで、M45 と ARP9 追加したんでちょっと頼っちゃってるんですよね。ほんとこんだけ風強いと当たんないんですよね。今回だから ARP の方がまあヒット率高かったですね。でこれも奥も一人いるんですけど、まあ結構落ちちゃってるんですけどね。まあなんとか倒したってところですね。でね、これ、まあ、とある人物が近寄ってきてて、気配は感じてるんですよ。ただね、こっちの方がさっき撃っちゃって位置バレてるんで、どう出ていこうかなと思ったら、こうサイクロンが来ると。やっぱりか。おると思ってたんやけどな。まだ教会の中に人がおる。もう彼にね、今回サイクロンだけで3回やられてるんですよね。でこれまた別のゲームですね。さっきの仕返しですね。まあ腰だめ打ちで打ったんですけどね、まあ、大体は難度が分かるんでね、なんとか倒せて、でもう一人見つけたんですけど、これ M45 のマガジンがまた入ってないっていう。で打とうかと思ってたんですけど、結構ブッシュが濃くて、おまけにこの日気温が低かったんでね、ちょっと諦めて ARP に切り替えちゃいます。
この ARP もね、そんなに所属高いわけじゃなくて 0.2g で、84ぐらいですかね、所属は。で、ここであらかた倒したんで安心しちゃって銃を片付けてと思ったらごめん、薄すぎた。はい、あの矢印の彼打ってくるんですけど、あんだけ無防備だったんですけど外してるんですよね。あ、わあ、わたわたわた。当てろよ。あれはさ、もうこれ本当ね、余裕で当てれるとこだったんですけどね。まあ焦って外しちゃったみたいで、でこれが熊本の血合いでお互い同士打ちですね。あ、同士打ちか。でこれが確か最終ゲームですね。まああんまり僕動画アップしない、あのバンコ側右側の方ですね。ちょっとねこの時間になるとこうやって影出ちゃうんで、奥からすると場所がバレちゃうんでね、不利は不利なんですけど。でここに奥に敵かと思ったら味方で、まあこうやって合図を送ってるんですけど、はい、2発撃たれちゃいますね。まあ、当たらなかったからいいんですけどね。でその後奥に進んだら前に敵がいたんですけど、まあ銃しか見えないんで、まあしょうがなく銃を撃つんですよね。オッケー、やった。これちょっと午前中のゲーム戻っちゃうんですけどね、もう最後なんでこれ入れちゃいました。ここ1ヶ月ぐらいね、本当あの暖かくなったんでブッシュがめちゃくちゃ濃くなってて、もうスナイパー本当車線がほぼ取れないんですよね。でちょっと新しい道を探していろいろ今回動いてみたんですけど、まあこの風なんでね、なかなか本当厳しい状況でした。ちょっと早い。左の出力の方で。うん。敵やろ。でもね、真ん中と左が結構渋滞したんで、もう右行くしかないなってことでこっち出てます。でね、右奥のあのバリケードのとこに敵がちらっと顔を出してくれるんですけど、まあね、いいとこ飛ぶのは飛ぶんですけど、やっぱこの風でね、最後の最後で曲がっちゃうんですよね。でまあ、いつもの癖でね、待っててもしょうがないんで、あとまあ、あのサブにね、ARP9 持ったんでね、ちょっと接近戦の戦えれるんで、ちょっと強気に前に出ちゃいますね。まあ、周りにね、結構ね、スナイパーライフルも SSG 持って、ARP9 持って、M45 のハンドガン持って、無駄じゃねってよく言われるんですけどね、まあまあ近すぎたらね、やっぱハンドガンで撃たないとね、相手も痛いと思うんでね。あと結構最近の軍隊でスナイパーもね、あのこういう風に山頂持ちっていうのも珍しくないみたいで。まあ、あとやっぱ便利ですね。ちょっとまあ ARP に頼りすぎになっちゃうとこはあるんですけどね。まあ一人で攻めるにはなかなかいい組み合わせだと思ってます。もうね、なかなか俺内側からクリアリングしていくことって少ないですけどね。今回まあブッシュ濃くなったんで出やすくなったっていうのもあるんですけど、you
最後なんですけど、ちょっと今頭動いたんですけど、敵の向こうがね、先気づいたんですけど、まあ、球団不良だったみたいで。フラッグゲット。まあ、なんとかね、フラッグは取れました。大丈夫ですか？ごめんなさい、近かった。ということでね、また良かったらチャンネル登録お願いします。